何にも難しいことなんて考えないで、頭を空っぽにして、こういう水の中の世界を。すごいでしょ。これが水の中の世界。ううん、これはまだ水の中に近い世界。世界にはここよりもっとすごい景色を全身で感じられる場所があるんだから。ここよりもっと。実はね、ここに伊織くんを連れていくよう言い出したのはちさちゃんなの。ちさが？どうして？ダイビングを好きになってもらいたいからじゃない？なんでそんなことを？それは知ってもらいたいから。伊織くんが苦手な水の中にはこんなにも綺麗な世界があるんだって。時田くんや琴吹くんもそう。だからあんなに一生懸命ダイビングを進めるの。そうか。誰だって自分が好きなものは他の人に否定されたくない。感動を共有したい。そういう仲間は一人でも多い方がいい。自分も楽しいし、相手も楽しい。私も伊織くんに、水は怖いものだけど、それだけじゃないって分かってほしいな。そうですね。少し、興味が湧いてきました。そっか。それは私も嬉しいな。